皆さん、こんばんは。最近、一眼動画にハマっているヤマトです。こんばんは。アシスタントのみやびです。シャイな花助に代わりまして、2人で話題のカメラスライダー GTV70 をご紹介したいと思います。あら、今話題になっているのはエーデルクローンの方でしょ？そうなんです。エーデルクローンのウイングシリーズはもう値段が高くてとても手が出せません。機能的に同じようなスライダーの GTV70 がリーズナブルな価格なので、最近のエーデルクローン人気のおかげで今注目されてきた次第です。ただこの機種は本当に情報が少ないので、そこで思い切って人柱になって購入いたしました。まあ人柱というよりいつもの衝動買いですね。また月末はカップラーメンですか？うち貧乏なの。お父ちゃんお腹減ったよ。今のは何なの？本当にびっくりした。あんずちゃんです。何かやましいことがあるのですか？お父ちゃん頑張って。急にお父ちゃんと呼ばれても声が合わずっていますよ。いかん。冷静になって GTV70 の話を進めてまいりましょう。まず GTV70 の大きさと形状の説明ですが、長さはなぜか一本上司。一本上司。あ、お父ちゃん困ります。大和さん、なんと仕事中に逃げた。はい、皆さん、小芝居はここで終わりです。時間がないので、技術担当の政治ですが、話を先に進めます。あ、戻ってきた。ごめんなさい。ちょっとトイレに行ってました。お帰りなさい。誰か逃げたと言ってたけど。誰も言ってません。まあ、急いでいるので、話を進めましょう。では、実際に使った上で、何か問題点は？実際に手にして問題点はいろいろとありました。まず箱出しですが、ブラック塗装の新品なのに製品にはいくつも指紋跡がはっきりとついていて、日本人の感覚だとちょっとです。とにかく手作り感いっぱいの製品です。それに見えるところ、表のところは綺麗なのだけど、製品の見えないところは、そう、ここなどに擦り傷跡があったりして、これらは機能に関係がないので私は割と平気ですが、さすが中華製だとある意味で感心しました。まず大きな問題となるのは、三脚に GTV70 を取り付けるところです。この GTV70 は70センチのスライド距離がありますので、三脚にしっかりと取り付けないと GTV70 がぐらついたり三脚が傾いたりします。しっかりとした三脚が必要ですが、なんとここで問題が生じました。固定するために三脚に目いっぱいねじ込んで取り付けると GTV70 の動きが極端に悪くなります。この GTV70 の根っこ、大切な機関軸のすぐ上にスライドの動きをスムーズに調整するフレクション調整ネジがあるのですが、どうやらネジが浅くて深くねじ込むとフレクション調整に障害が出てしまうようです。三脚にそのまま深くねじ込んで設定するとかえってスライダーの動きが悪くなるということですか？そうなんです。ご覧のようにギチギチに深く目いっぱいねじ込むのではなく、少しだけ戻して緩くすると本当に滑らかに動くようになります。お、なるほど。これは本来のヌルヌルとした動きですね。ヌルヌル食べたい。かわいそう、あずみちゃん空腹みたい。本当にひどい男だわ。お願いだから何か食べさせて。え、そんなことを言われても、今は大切な説明中なので後で話をつけましょう。では続けます。
もう話を戻します。三脚への浅い取り付けだと GTV70 はご覧のように根元からグラグラで、このまま使うには安定せず心配です。三脚によっては運内との取り付けネジの長さの調整ができますので、そこで調節のできる三脚に取り替え、ネジの長さを浅めに調整したら三脚にしっかりと取り付けても GTV70 のスライドの動きも本来の動きでとても滑らかになりました。それぞれの個体差があるかもしれませんが、購入者のこのクレームは結構あるようです。取り付けの肝心な部分にこのような問題点があるのは、やはりこれはちょっと考えものだと思います。また安定感は落ちますが、試しに GTV70 を三脚に直接に取り付けないで、クイックシュー経由でトラベル三脚の自由運台に取り付けてみましたが、スライド距離を欲張らなければ結構使えます。そして次の問題点ですが、中央の黒いスイッチがバネ式のセーフティのロック部品なのですが、困ったことにこのロックネジがちゃんととロックしてくれません。引っ張って回転させてロック解除するのですが、バカバネというかちょっと精度が悪くて入ったり入らなかったり、またロックされていても入りが浅い構造なので振動ですぐに外れます。おかげで移動中に外れて引っかき傷がついてしまいました。そして一番大きな問題が、横のスライドでレンズを水平ではなく上や下に向けると、スライドに合わせてだんだんに柱などの垂直な部分が傾くんです。例えばこんな感じに。これはすごいでしょう。この山なりの現象は建物や風景を撮る人にとって従来のレール式のスライダーの感覚ではありえませんので、これは少しショックかもしれません。この対処方法を教えてもらいたいです。方法が見つかれば安住ちゃんに焼肉おごります。焼肉早く食べたい。すごいですね。取り付けが不完全でグラグラしている状態ではないわけですね。取り付けは大丈夫です。こんなに傾くの？わあ、ゆらゆら揺れてる。楽しい。これは GTV70 が傾いている可能性もありますが、いずれにしろ確認のためにこれでいきましょう。まず付属していたミニ自由運台を外します。これを使用していると検証できません。次にご覧のような自由運台を使用してカメラが自由に回転できるようにこのつまみをゆるゆるに緩めます。このままでスライドさせるとカメラは前と同じように回転しますので、ここが大切です。カメラを持ってスライドさせます。同期していないカメラへの回転力をカメラを持ってスライドさせることで無効化するんです。シンプルですが、不要に回転させないようにカメラを手で持って操作することでカメラの向きは固定されますから、この問題の解決方法になるはず。もしこの検証でダメだったなら、望遠ではなく広角レンズを使用すれば横スライド時のこの現象は目立たなくなるはずです。また V70 本体を傾けないことも大切ですね。ぜひ確かめてください。まあこれも考えようで、この現象を生かして作品作りに取り組んだ方がきっと面白い作品ができますよ。趣味の世界だからポジティブシンキングでいきましょう。なるほど。このアドバイスをもとに今度確かめに行ってきます。手持ちによる速度ムラは練習あるのみですね。本当に助かりました。あ、ママ。あら、よかった。あずみちゃん、ここにいたのね。部屋を間違っているのよ。え、ひょっとしてこれがオチですか？なんでオチが必要なんですか？あら、よかった。パパも一緒だったのね。ママ、これからあずみと一緒に焼肉食べて帰るから。え、せいじさんがパパって、意味が全くわからん。なにこれ？これが本当のオチです。そういう設定なんです。はい、お疲れ様でした。